どうも高井です。1位以外の駒の存在感なし、弱者の戦略、山の標高ランキングっていうのをね、ベスト3に絞って調べてみたんですよ。こちらですね。1位富士山、2位北岳、3位穂高岳っていう順番だったんですけど、3位以降もそうなんですけど、私は知らなかった。富士山以外知らなかったんですよ。これってナンバーワンの存在っていうのが圧倒的に存在感は大きいんだけど、それ以降はユーザーに見てすらもらえていないっていう状況なんですよ。街中の銭湯の、そのお風呂屋さんの、お風呂屋さんの壁には絵っていうのでも、富士山以外ってなかなか飾るとこがない、描くとこがない。だからもし2位以降の山を描いてもらうとしたら、富士山にはない、富士山の弱点をついた、そういうポテンシャルを持ってなければ描いてすらもらえないってことですよ。これは企業にも言えることです。企業の強み、圧倒的に強い1位の存在の弱点をついた商品を出さなければ消費者は見てすらもらえない。でその消費者に見てもらうために、ナンバーワンの企業の弱点をついた商品を出す。そうすると、あ、この企業の商品面白いねって買ってもらえたりする。企業において強いというのは、戦に勝ったやつが強いのでなくって、戦を生き残り続けたやつが強いっていう考え方なので、そういう意味でもこういう本を読んで考えてみるとね、弱者の戦略について深く知ることができると思うので、読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。